依頼ローランス教会。了解。ここが聖堂だな。年代は新しいけど、なかなか立派な作りだ。こんにちは、お邪魔します。ちょ、また見えないのに声がするとか。いないっぽいな。お化けが？カゴ天族が。さっきの司祭を見れば想像つくけど。どこも同じだ、近頃。で、どうするの？カゴする天族を探す？けど、手がかりもないしな。スレイさん、必ずしもカゴの復活にこだわらなくていいんですよ。いいのかな。いいんじゃないか。ここは汚れは多くないようだし、そもそもスレイ一人で世界を救えるわけもないんだから。はい、肝心なのはスレイさんが見識を広め力を育むことですわ。最下の剣士に対するためにだね。尾行にも気づけないようじゃ先は長そうだな。こんなところで何者と話している？大通りの酒屋に急いでいたのではないのか。何と言ったか。はい、ボリス・シュローです。ラストンベルにそんな店はない。こいつは一人だ。眠らせてとっとと行くぞ。見えてるのか。違う、ただの腕の立つ人間よ。スレイ、人間同士でよろしくね。え、そういうもんなの。これは人間の問題だからね。外へ出よう。欺いたことは謝ろう。その上で改めて貴公らの正体を教えてもらおうか。集中集中、せっこつだ。行くぞ、逃がさない。これどうだ。こっちだ、巻き上がれ。ケチだ、逃がさない。一刀両断。なんだ今の技。我が国に伝わる闘気を込めて放つ奥義だ。旋空レッパ、行くぞ。一戦旋空ゾーン。瞬間剣、行くぞ。瞬撃旋空ゾーン。瞬間戦、は旋空レッパ。瞬間戦、これどう。旋空レッパ、今のは効いた。あ、失戦後行くぞ。旋空レッパ、今のは効いた。それ瞬間戦、失戦後ちょ、ケチラ。旋空戦、旋空戦、旋空戦。アキサガメ、それ旋空レッパ、失戦後ケチラ。旋空レッパ、今のは効いた。それ挿入で終わる。瞬撃巻き上げ、終わらせる。次を吠えろ。雷神登場だ。甘いな。後で後悔するぞ。大丈夫だよ、心配してくれるのは嬉しいけど。返しも甘い。敵
天族と話しているのか。やはり検問の時のあれは。セルゲイさん、嘘ついてごめん。こちらこそ非礼をお詫びします。どうしよう。え、剣を交えれば相手の力はわかる。名を聞かせてもらえるだろうか。スレイ。どうしスレイ、貴公の力を貸してもらえないだろうか。ローランス帝国のために。ローランスは同志を警戒してるって聞いたけど。そうだ、騎士団はポートン数奇鏡同様の力を持つという理由で危険視し、教会はポートン数奇鏡を脅かす存在として異端扱いしている。数奇鏡ということは教皇に次ぐ教会のナンバー2ですもんね。妖帝の補佐として実際に帝国を仕切ってる人。いかにも。そして同志と同じ奇跡を体現すると言われているものだ。同志と同じってどういうことですかな。騎士が勝手に聖堂に立ち入るとは、まさか我が信者にフォートン数奇鏡の悪口を吹き込んでおられるのか。司祭殿、そんなこと。問答は無用、出て行っていただきましょう。先ほどはすまない、みっともないところを見せてしまった。教皇様がいらした時は騎士団と教会もこうではなかったのだ。教皇様。教皇マシドラ様は先代皇帝陛下も信頼された人徳厚き方だった。あの方のご命令なら騎士団も喜んでしたが。だったってことは1年前に行方不明になってしまわれた。その混乱に乗じたかのようにフォートンが台頭し、あっという間に権力を掌握してしまったのだ。数奇鏡が教皇に何かしたって考えてるんだ。証拠はあるの？いや、騎士団の総力を挙げて捜索したが手がかりはつかめなかった。だが数奇鏡の周辺を探った騎士が行方不明になっている。18人。怪しすぎね。認めたくはないが、数奇鏡に対するには我らにない超常の力が必要らしい。同志スレイ、恥を承知で頼みたい。数奇鏡の正体を探ってもらえないだろうか。数奇鏡がいるのってペンドラゴの教会だよね。普通の人が入れない神殿があるっていう。そうだ、立ち入りの許可についてはこちらで手を回せる。分かった、数奇鏡に会ってみるよ。ああ、かたじけない。自分は先行して手はずを整える。奥方もさぞご主人が心配だろう。許されよ。え、ではペンドラゴで。到着したら騎士団島まで足を運ばれたい。夫婦っていうことは信じてるのか。変な人だな。純粋な方なのですね。純粋なバカだ。
また厄介そうな事件だけれど、これで教会神殿に入れそうですわ。ああ、ついでにローランスの偉い人に言い訳もできそうだし。その偉いさんが問題なんだけどな。ロゼさん、少しは私たちに馴染んでくれたでしょうか。だいぶ慣れたんじゃないかな。怖がりだけどさっぱりしたやつだし。いや、案外根が深いのかもしれないぞ。ロゼの恐怖感はあんなに強い霊能力を打ち消すほどのものだったんだから。誰かさんのせいで。お前たちに言い訳する気はない。そんなロゼが自分の意思で付き合ってくれてるんだ。大丈夫だよ、きっと。そう信じたいよ。ロゼみたいな人間の仲間はなかなか見つかるものじゃないだろうし。いろいろな意味でね。そう、いろいろな意味で。どうしたの？いえ、私たちも少しロゼさんになれたんだなって。そうだね。うわ、またスレイが見えないライラたちと喋ってる。こ、怖ー。先は長いかもだけど。焦らず行きましょう、スレイさん。最近犬に吠えられなくなった気がする。原因はあれよ、デゼル。犬が懐いている。どうした、何か用か。いや、意外だな。犬は平気なのか。平気も何も、彼らは物言わぬ相棒だろ。お前の歩み寄りが足りないんじゃないのか。いやいや、吠えるだろ犬。吠えるのはお前の持つ不安を感じ、その不安の正体がわからないからだ。早い話、先にビビるからよ。僕としては吠えたのが先と主張したいんだが。ふう、今日も暑いよね。そうですわね、日に焼けてしまいそうです。エドナさん、その傘は日よけ用ですの？見た通りよ。天族も日焼けするんだ。エドナ肌白いもんね。納得。エドナさんの傘は日よけにもなり雨よけにもなり、氷魔まで退けてしまいますものね。そっか、エドナの傘は一石三鳥だね。いいえ、エドナさんのトレードマークにもなっていますから一石四鳥です。それを言うならお気に入りのマスコットもつけられるし一石五鳥でしょう。ではでは、その日の気分によって変えられるアイテムですから一石。重ねるわね、傘だけに。うまいこと言われてしまいましたわ。これで一石何鳥かしらね。この町、いろいろ物騒な噂があるよな。ああ、最悪の時代を実感するね。氷魔が関わってるっぽい噂も多い。興味が終わりなら調べてみては。けど約束があるし。別に寄り道してもいいんじゃない？約束破るわけじゃないし。ええ、私もロゼさんに賛成です。僕もだ。意味のない遠慮には意味がない。そりゃそうだ。わかった、後悔しないように行くよ。関わって後悔することも多そうだけど。カムイの力を得てみて言っておきたいことがある。うん。奥義は特技に強く、天教術は奥義に強く、特技は天教術に強いという原則がある。しかし俺たち天族は特技と天教術しか使えず、全ての敵に常に対応できるわけではない。スレイたちは特技と奥義、そしてカムイ人は奥義と天教術というわけだが、人間、天族、カムイ、3つの状態でそれぞれを補うことができるってことか。ああ、天教術を使ってこない敵に対してはカムイ人の方が対処がしやすい。
逆にカムイでない方が対処しやすい敵もいることになる。カムイは絶対ではないということだ。確かに二人の戦力が一人に集中することによるメリットとデメリットもある。戦況を常に見極めろ。だが考えすぎて何もできなくなるのが一番まずい。身の丈に合った戦い方をしろ。いいな。一歩ずつ進んでいけばいいよね。ありがとうデゼル。美味しそうな匂いは牛肉の赤ワイン煮込みですな。で、ちょ、デゼル何して。シッ。何？どうしたの？デゼルのやつ、さっきからああして鍋に向かってペンデュラムをかざしてるんだ。っていうか、なんであいつ厨房に立ってるわけ？愛情をたっぷり注いでるとか。注ぎ方が間違ってるし、そもそも愛情って感じしないだろ。まさか呪い？くそ、この味。悔しいが今の俺には再現できん。きおお、何？この店の牛肉の赤ワイン煮込みのレシピを調べていたようですわね。料理に相当なこだわりがあるようね。そう言われると食事の時やたら味わって食べてる時があるような。デゼル、どこを目指してるんだ？